新しい一日が始まりました。今日は平野紫洋さんの JA 全農カウントダウンジャパン出演についてお話しします。印象的だったのは彼とナンバー、愛の他の2人が素朴で懐かしいスタイルで登場したことです。この見た目は日常から逃げているような気分にさせます。私の意見では彼が着ているスウェットシャツと帽子は非常にシンプルですが彼の外見は決してシンプルではありません。 まるで彼自身が輝いているかのようでした。特に注目は平野潮さんのベージュのケボーズのハンチング帽ファッショントレンドの象徴として大人気のキャスケット風ベレー帽正面にクボーズのロゴがありますので、バックティーをフロントにしてください。寸法は 56cm×59cm で調節可能です。興味深いのは、この帽子は2022年に製造されたにもかかわらず、依然として人気があり。 見つけるのが非常に困難であるということです。7000円から1万1000円程度で様々なサイトで販売されており、価格は非常に高いですが、今でも多くの人に支持されています。平野志陽さんも700ドル以上するスウェットシャツを着ていました。セント・ジョンズ、2022年春夏コレクション、マイケルとデニムティアーズがコラボレーション。 DENIMTERS の代表的なコットン柄をプリントしたオールシーズン対応のツリープリントの吸館シャツ。バッグの背面には Excellence と Language of LOWERS の文字がプリントされています。何十年も使い込んだかのような汗ばんだような微妙な仕上がりになっています。平野仕様が何を着ても SNS で注目を集める理由とは人柄やセンスはもちろんですが。 それ以上にカジュアルな服装でもおしゃれなスタイルが重要です。ファッショントレンドを追いながらも自分のスタイルを貫いている。ただし、このトピックから収集できる他の考慮事項もあります。ファッションの世界では高価なアイテムと手頃な価格のアイテムの組み合わせがますます人気になっています。700ドル以上の高価な帽子やスウェットシャツを着て注目を集めるのは価値観やファッションの多様性を表しているようだ。 現在の状況を考えると、ファッションは服だけではありません。アイデンティティや表現手段という側面もあります。人は異なる価値観やブランドを楽しみながら、自分のスタイルで個性を表現します。これらのファッショントレンドやテーマは、SNS を通じて瞬時に世界中の人々に拡散・共有されます。これは単なるファッションの問題のように見えるかもしれませんが、実際には社会や文化の変化を反映している可能性があります。 ファッションは常に時代を反映するものだが、今回の平野修行のスタイルもその一環だろう。結局のところ、私たちがファッションの世界で何を見つけ、それをどのように認識するかは、私たちの個人的な視点によって決まります。ファッションファンや SNS ユーザーにとって、平野修行のスタイルが何を意味するのかは謎であると同時に興味深い。最後に平野修行さんのファッションについての感想を聞きたいです。 彼のスタイルで何か印象に残ることはありますかそれとも別の視点から見ることができるでしょうかファッションは個性の表現であり、その深みを探求する素晴らしい冒険です。